はいどうも、トンチャンネル DIY です。さあ今回はですね、日産 NV200 バネットですね。7月13日に出たのかな、珍しくこう乗用車見ていきたいと思います。これね、本当使い勝手良くて、やっぱり車中泊これ使ってる人多いんですよね。ですごい気になってて、僕はもう K っていう風にしてしまいましたけど、乗用車で行くならこういう風な本当シンプルに使える、シートとかもともとついてないような車が良かったんですよね。なのでちょっと見ていきたいと思います。日産 NV200 バネットですね。昔のね、200バネットはね、やっぱ懐かしい感じのデザインでしたよね。もう今時はもうちょっと前のセレナかなっていうぐらいの、ミニバン風の感じになってますね。で、外観ですけども、こう見た目通りですよね。もう商用車とはちょっと思えないなという感じですね。まあ顔はやっぱり日産っぽいですけども、バンとワゴンがあるんですね。でボディカラーですけども、こういう色日産好きですね。はい、まあどうなんですかね、ちょっとアウトドアで持っていくには白なのか、なかなかこう今時こうちょっとくすんだような青とかグリーンとか結構あるけれども、それないんですね。あくまで商用車ということですね。まあヘッドライトはまあ LED ではなくハロゲンだということですね。まあタイヤもまあ商用車らしいタイヤです。まあワゴンは5人乗りと7人乗りがありますよと。でまあ荷物もゆったりと乗るということですね。まあこの使い方する人はまあそうですね、ノアとか買っちゃうのかもしれませんけどね、家族で買うならですよ。はい、デザイン的にやっぱりね、向こうの方がいいんで、どうしても向こう買っちゃいますよ。でも、こういう風にするならばですよ。これまあもう、あれですね、こう派遣会社の送迎とかに使われてそうですけども、まあこういう風に使うんであれば、もっと大きい車、まあ、で、トヨタの方行っちゃったりとかっていうこともあるんだと思いますね。つないですね。これが DX、これ一番高いやつかな、DX。で、VX、GX ですね。GX が高いのか、そうですね、DX が一番安いですね。パワーウィンドウもついてないんで、こんな感じですね。で GX はナビありで、パワーウィンドウですね、ついてますね。でメーターの方はデジタルですね。これ5人乗りなんですけども、まあ後ろやっぱ広いですね。これで1メーター230なのかな。まあ後でサイズ出てきますけど、そこがやっぱ一番見たいところなんで、まあルーフトリムはまあこんなもんで、まあ鉄板金ですね。もう板金。積載はちょっと後で見ようかな。荷室ですね。荷室、これ一番大事、これが一番大事。このね、 A4 コピー用紙箱163個、積載って、これなかなかね、一般のこと分かんないですよ本当に。より大きいですよってことなんでしょうけどね。で荷室高、これね、荷室高なのかな、荷室高ですね。これ1315、まあ、N 版もまあこれぐらいやったかな、ありますよね。荷室は1500、これ四角いんでね、入れやすい、使いやすいですね。フロア長がこうシートが2列目シートを畳んだ状態で1581ですね。でここね、荷室長自体は1900あると。この床からの、地面からの高さ、これはまあさほど気にすることはないですね。まあ人の送迎に使うんであれば低い方がいいですけども。でこれですよ、これが大事で、私の場合で言えば絶対にもシートない2人乗りですよ。2人乗り、 DX2 人乗りが僕はいいと思います。車中泊メインで考えたりとか、まあ、アウトドアメインで考えたらこれ、この一番下9ですね、もうだから寝転んだ状態、これ2000あります。で8ですね、まあ普通上でベッドキット組むならこういう形で組むと思うんですよね。なのでまあ実際のところは8 1900、まあ、取れなくても1800以上取れるということですよね。これは激アツですね。広さあれば幅も広いですし、かなりいいスペースが取れると思うんですよね。これはいいぞと。こうですよね。こうなっちゃうわけですよ。まあ、高さはね、もうちょっとルーフ高いやつが欲しかったかなとは思いますけども、まあ、まあわがままで。でも、こうシンプルでですね、最初から2名乗車の車両も用意されているということで、これは使いやすい。この折りたたみのシートはね、結構邪魔になるんですよね。なので、いらない。当然ね、キャラバンとかハイエースであれば2列目シートを畳まなくても1900とか確かあったはずなんで、当然もっと広くて長い車がいいならそういった
NV300 とかハイエースとかでワイドにしてみたりとかしてみた方がいいと思いますね。ハイルーフ結構ねやっぱ立ったまま歩けるんで結構いいんですけど、ちょっと見た目しんどいし入れるところが限られるんでなかなかね厳しいですよね。むちゃくちゃでかくなりますよね、横と縦行っちゃうと。こうカーテンね、これはね欲しいね。こう N 版の時も言ってますけど、こうカーテン欲しいな、つけたいな、なんとかしてつけようかなと思ってるんですけどね、なかなかそこに至らないですね。結構釣り竿がねやっぱ邪魔になってね。これスライドウィンドウですね、こういう窓よくついてますね。ユーティリティナットついてます。もう5個ついてたら十分ですよね。もうポールとかね、でそこに板置いてとかテーブルできたりしますからね、うん、これはありがたい。で安全性能ですけど、もう今のね商用車っていうかバンなんてねもう全部ついちゃってるわけですよね。車線逸脱とかハイビームアシストもついてるし、ヒルスタートアシストもついてますと、まあ、非常に便利ですよね。で燃費に関して言えば、まあ、13.4 JC で 16.4 ということで、まあ乗り方次第ではこの辺までいけるんじゃないですか、うん、14とか、まあ、高速道路なら15ぐらいいっちゃうんじゃないですかね。まあまあ悪くないですよね。で気になる価格ですけども、まあ、CVT ともう一つ EATX というのがあるんですよね、まあ、CVT の方が一般的にはいいんじゃないかなということで、これですね、まあ、DX の2人乗りとかがいいかなと思います。これでまあ200、これ4駆かな、4駆じゃなければ240万前後ですよね。なので、まあ乗用車買うぐらいで買えるので、まあ、それこそね、もっと高い車、アルファードとか、まあそういうの使って車中泊しようと思う人はいないと思うんですけども、まあこれ専用になっちゃいますけどね、まあ夫婦2人でそういうことが好きだとか、いろいろいじってみたいんだという方は、こういう車、もともと何もない車を買って触る方がやりやすいですよね。いらないものついてないんで。で、搭乗者の人数の変更とかもいらないし、非常に楽ですよね。なのでこういう車をいじっていくっていうのが非常にスタートから楽なんじゃないかなと思いますね、まあ、シンプルですけどね、やっぱり装備的にも室内にしてもやっぱりシンプルですよね。非常にもうそういうんじゃないんだよと、もうアウトドアメインだよという感じでいらっしゃるんであれば、こういうのも当然ね、これ仕事で使う車なんで、こうそういう用途では作ってないんでね。でもやっぱりね、やっぱりこういう感じ、うん、使いやすいじゃないですかね。なのでこういうのがいいなという方はですね、ぜひですね一回見てもらってですね、どんな感じかなと、でどれぐらい広く使えるのかなということを見てもらって、こう検討してもらったらいいんじゃないかなと思いますね。まあこの上行けばね NV300 とかあるんですけども、またこう燃費がこう下がったりとか、まあ、維持費が結構変わってきたりするんで、その辺ですね考えながら、こういうこれぐらいでいけるかなとかっていうので、非常に選びやすいこう NV300 とクリッパーの間でこういうので出てくるっていうのでね、あの選択肢が増えるんじゃないかと思いますね、まあ、今回は NV200 クリッパー見てみました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではまた。